どうしてあの場所に来たんだ。言っただろ、俺を呼ぶ声が聞こえたからって。呼んでないし、呼んだとしても届くはずなんてない。いや、聞こえたよ。まあ、そういうことにしといてやる。あ、お、今日満月だな。昇給祝いにふさわしいというか、なんというか。月か。そういえば、もうずいぶん長い間まともに見たことなかった。一人旅してたのに。ああ、私はずっと同じ夜を繰り返していた気がする。真っ暗闇の中にただ一人。そうか。だが、終わりのない夜の中にもただ一筋の光があるのかもしれない。不思議と今はそう感じている。ああ、俺もそう思うよ、メディナ。リーナ先輩は卒業トーナメントで首席上級集権者を破り、北セントリア集権学院を第1位の成績で卒業した。そして今日は卒業の日だ。おめでとうございます、リーナ先輩。今でも卒業試験での先輩の勇姿が頭に浮かびます。キリトは会うたびに私を褒めてくれるな。当然です、リーナ先輩は首席上級集権者を破って北セントリア集権学院を第1位の成績で卒業したんですから。本当にお見事な勝利でした。お前が貴族との戦いで見せてくれた剣技のおかげだ。不利な状況であろうと自信を持って全力で挑む、その姿勢を見ていたからこそ私も勝利を収めることができた。何より私はお前の姿を見て決意できたのだ。もう二度とセルルトの名と流派に引け目を感じまいと。リーナ先輩。誇りは自分自身に対して持つものだ。だからこそ私はセルルト流と共に最後まで戦うと決めた。
私の誇りのために戦ってくれたお前に報いるためにも、もう迷うわけにはいかないと思ったのだ。改めて言わせてくれ。ありがとう、キリト。本当に卒業してしまうんですね。どうした、寂しいのか。ねえ、寂しいですよ。そうか。だがお前のことだ。忙しさの中でどうせ私のことなど忘れてしまうさ。そんなことはありません。リーナ先輩は俺にたくさんのことを教えてくれた大事な人です。絶対に忘れたりなんてしませんよ。大事な人か。実はリーナ先輩に渡したいものがあるんです。お前には全力の剣技を見せてもらった。これ以上何かをもらっては申し訳ないくらいだ。気にしないでください。それに剣技を見せると決める前からこれを渡そうと思ってたんです。受け取ってください、リーナ先輩。まさかゼフィリアか。そうです。この花は西帝国にしか咲かないはずだ。手に入れるのに相当な苦労をしただろう。ねえ、確かに大変でした。けどリーナ先輩が喜んでくれると思って。前にゼフィリアが見たいと言っていましたよね。リーナ先輩？覚えてくれていたんだな。当たり前じゃないですか。そうか。これほどの贈り物を私はもらったことがない。ありがとう、キリト。お前と共に過ごした日々は私にとってかけがえのないものだ。上級集権使とのご報告します。本日の掃除完了いたしました。ご苦労様、ティーゼ。今日はもうこれで寮に戻っていいよ。で、ごめんね、ロニエ。あいつには何度も部屋の掃除が終わるまでに戻ってこいって言ってあるんだけど。いえ、報告を完了するまでが任務ですから。じゃあ悪いけどもうちょっと待ってて。なんていうか、その同室があんなやつで本当にごめん。本当に気にしないでください。もしロニエが望むなら僕から先生に言ってあげるから
蕎麦好きを他の人に代わってもいいと思うよ。あいつについていると1年間苦労するよ、間違いなく。おい、人の留守に何を言っているんだ。キリト上級集権士殿、ご報告します。本日の清掃滞りなく完了しました。はい、お疲れ様。あのね、キリト、外に行くなとは言わないけど、彼女たちのためにも掃除が終わるまでには戻ってきなよ。大体なんで窓から帰ってこなきゃならないんだ。東三番通りから帰ってくるときはこの窓が最短距離なんだよ。ロニエたちも覚えておくと役に立つわ。妙なことを吹き込むなよ。東三番通りってことは、その袋は羽地家庭の蜂蜜パイだな。確かにあれは絶品だけど、だからってなんでそんなに山ほど買ってくるんだ。欲しければ素直にそう言いたまえよ、ユージオ君。寮に戻ったら部屋のみんなと食べろよ。天命が減少しないよう全速で寮に戻ります。それではまた明日。なんだ。いや、別に何でも。ただキリト上級集権士殿はなんで僕らがここにいるのか忘れておいでじゃないでしょうねと思っただけだよ。忘れるかよ。あと3つ、ようやくここまで来たんだぜ。まずは卒業検定試合で他の上級集権士10人に勝って学院代表の座につく。次に帝国剣舞大会で騎士団や近衛隊のおっさんもぶっ倒す。最後に四帝国統一親善大会で二人とも勝ち残る。そしたらお前は聖号騎士になれる。堂々と正面からあの塔に乗り込めるんだ。あと一年、それでやっと。次の日、はあ、いざ自分が暮らすとなって実感したけど、上級集権資料の部屋って広いよね。そうだな、二人部屋で寝室は別、あとは共用か。一年最後の総合試験の成績で部屋割りは決められる。教官相手の検定試合では俺が4位、友情が5位。だが俺は神聖術の試験と型の演武で点を失い6位になり、友情と相部屋になれたというわけだ。でもまさかあの二人が主席と次席になるなんてね。まあそこまで上に行くとは思わなかったが、俺は予想してたぜ。あの二人とはライオス・アンティノスとウンベール・ジーゼックのことだ。やっぱりキリトの言った通り、一年間手抜きをしてたってことだね。ああ、これからもあいつらには油断しない方がいいな。ただの根性が曲がった嫌なやつってだけじゃなさそうだ。でもあの二人、なんか最近キリトとすれ違ったらちょっとビクビクしてるように見えるんだけど。
そうか？なんでだろう。確かにあいつらが踏みにじったゼフィリアを真意の力で再び咲かせてから、あいつらの態度が変わった。だとしても嫌な奴らには変わりないけどね。そば好き連士を選ぶ時だってさ、我ら上級貴族が後藤杓子以下の娘など選ぶはずもないわ。だっけ？うん、身分で差別してそば好きに選ばないなんてどうかしてるよ。だから俺たちは相談して指名順をわざと一番最後に回してもらっただろ。他10人に指名されなかったそば好き候補が俺たちのそば好きになるように。ティーゼとロニエは六等爵家出身だ。他の奴らが二人を選ばなかった理由を思えば、僕たちのそば好きになってくれてよかったよ。まさか二人とも女の子だとは思わなかったけどな。うん、正直まだどう接していいかわからないよ。ティーゼはいい子そうだけどな。すごくいい子だよ。真面目だし頑張り屋さんだし。でも年下の女の子に身の回りの世話までしてもらうのは、その気恥ずかしい時があるよ。まあ確かにそれは一理あるな。でも妙な気遣いは逆に相手を心配させるぜ。そうなのかな。あのさ、初等練習時代にも思ったんだけど、キリトは女の子と接するのに慣れてるの？